まず申し上げておきたいのは、今から申し上げることは民主党で決まった話ではなくて、私の個人的な意見だということをまず申し上げておきたいというふうに思います。5分ですので、簡単に私が一院制を施行する2つのポイントを申し上げたいと思います。一つは今寺島先生もおっしゃったことにも関わりますけれども、ねじれが恒常化するということが、この今の二院制にはらんでいるということであります。じゃあ今まで長らく二院制でもそれほどねじれてこなかったのに、なぜ最近ねじれてくるのかということでありますけれども、私はそれはやはり、衆議院の選挙制度が変わったといったところが大きいのではないかと思います。細川政権の時に、当時、河野自民党総裁との間で、小選挙区比例代表、並立制というものが導入をされました。まあ、そのことによって、小選挙区の比率が高いわけでありますので、民意よりも激しく議席というものが動くということになってきた。ただ小泉さんの時には5年半続いたじゃないかということがありますけれども、それは小泉さんの5年半で野党が再編が進んだと、特に民主党と自由党との合併の中で、ある意味で政権交代の受け皿となる野党ができて、そしてそれが成長してきたといったところで、第一次安倍政権以降はほぼ1年で総理が変わるという状況が作られてきたのは、このねじれによるものがかなり大きな要素なのではないかと思っております。ねじれが生じると結果として、法案が通らなくなる、政策が決められなくなる、大臣はすぐ不信任だ、問責だということで、野党の道具になると、こういうことで結局日本がの政治が停滞をし、そしてどん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 物事を決められない政治というものが作られていく大きな要因になっているんじゃないかということでありまして、それが私の一員制を施行する一つの理由でございます。二つ目は、日本はちょっと国政選挙が多すぎると、これは政治家の立場で申し上げることかもしれませんけれども、選挙が多すぎるというふうに思います。参議院は3年に1回あると、半数改選で参議院選挙がある、衆議院は大体今は3年ちょっとですか、平均の任期というのはそれであるということでありまして、しょっちゅう国政の選挙を行われているということであります。で、私は日本の置かれている問題というのはかなり根深い問題だと思っています。人口減少とか、あるいは少子高齢化に伴う、制度改革、特に社会保障制度の効率化と制度設計の見直しをやらなきゃいけない。そして、この少子化対策っていうのは社会そのもののあり方を変えていく、男女共同参画とかライフワークバランスとか、こういうような大きな、改革をやっていくということになると、そう選挙があるとですね、その選挙ごとに例えば年金であるとか、あるいは違うテーマであるとか、そういうワンイッシューがテーマになり、根本的な日本の構造問題というものが、これは我々の責任もあるかもしれませんけれども、語られないということの中で、日本の構造改革というものが遅々として進まなく遅れて、どん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 それが檻のように積もっていくと、こういったところに私は、借金の問題もそうでありますけれども、大きな問題点があると思っております。そういう意味では、ねじれを恒常化させて結果的に決めれない政治になっている。そしてまた同時に、選挙が多すぎて結果として、日本の根本的な問題に政治が向き合うということになっていない、こういう2つを、解決するためには私は一員制というものが今よりもはるかにいい制度ではないか、そう思っております。